このパートはアフレコでお届けします。この日は3本収録がありました。11時半から1本目のお仕事スタートです。12時半1本目終了。この日は晴れていたので原付で移動してます。次の目的地まで移動。13時渋谷到着です。次の仕事までお昼休憩。この間にメールをチェックしたり卒論を進めたりしてましたね。13時半から2本目の収録開始です。15時半2本目の収録が終わりました。この日は母の誕生日ということで渋谷でプレゼントを購入しました。16時半からは三田で大学の講義に出席しました。頑張って勉強してますね。18時講義終了です。そのまま3本目のお仕事へ移動します。18時半3本目の収録開始です。今度は赤坂ですね。さあ19時半本日すべてのお仕事が終了しました。疲れた顔してますね。母の誕生日だったので実家に帰りました。お祝いをして翌日の仕事の準備をしてこの日は就寝です。